皆さんこんにちは。遠藤保仁さんといえば、日本代表として150試合以上に出場したサッカー選手です。2009年にはアジア年間最優秀選手を、2014年には J リーグ MVP を獲得するなど、日本のサッカーを語るのに外すことのできない選手です。2001年から所属するガンバ大阪では、リーグ優勝、天皇杯優勝など輝かしい戦績で、2014年にはリーグ優勝、ナビスコカップ優勝、天皇杯優勝の3冠を成し遂げる原動力となりました。今回はそんな遠藤保仁さんの現役引退発表について、残した功績、不倫疑惑について見ていきたいと思います。ジュビロ磐田の遠藤保仁さんが9日現役引退すると発表しました。ガンバ大阪のトップチームのコーチに就任するようです。クラブを通じて次の通りコメントしました。ジュビロ磐田のファンサポーターの皆様、私は2023シーズンをもちまして現役生活に終止符を打ち、引退することを決めました。ジュビロには2020シーズンの途中から移籍をさせていただき、加入当初は J2 で、翌シーズンも J2 で戦って見事優勝、 J1 昇格という良い思い出ももちろんありますが、 J2 に降格してしまったという悔しい思いもしました。ただ2023シーズンでまた J1 に上がることができて、来シーズンは J1 でみんなが輝いているところを陰ながら応援したいと思っております。私自身、磐田、浜松での生活を本当に楽しめました。皆さんが優しく接してくれ、リスペクトしてくれて、素晴らしい約3年間を過ごせたと思っています。サッカーの部分でもすごく楽しく、毎日充実した日々を送ることができたのも皆さんのおかげだと感謝しています。今シーズン、僕自身はガンバ大阪のコーチをすることが決定していますが、吹田スタジアムにジュビロの皆さんも来られると思うので、また会える時を楽しみにしています。素晴らしい関係をジュビロ磐田の皆さんと、磐田、浜松の皆さんと築くことができたので、また磐田、浜松に遊びに行きたいなと思っています。約3シーズンお世話になりました。最高の思い出ができたと思っております。本当にありがとうございました。バイバイ。とし、ジュビロ磐田で現役生活を引退して、今後はガンバ大阪のコーチになるようですね。今後も頑張ってほしいですね。次は功績について見ていきたいと思います。鹿児島実業から1998年横浜フリューゲルスに入団して以来、 J リーグ一筋でキャリアを積み上げてきました。 J1 では歴代最多となる672出場を誇り、 J2 を合わせれば今季の第16節終了時点で768試合に出場。2019年8月には前人未到の公式戦1000試合出場をすでに達成していますが、天皇杯、YBC ルヴァンカップ、ACL、アジアチャンピオンズリーグなどを含めた J リーグ所属クラブ、フリューゲルス、京都サンガ、ガンバ大阪、ジュビロでの公式戦だけでも1000試合に迫っている。J1、天皇杯、ルヴァンカップ、そして ACL と全てのタイトルを獲得し、3冠を達成した2014年には J リーグ MVP を受賞、12度のベストイレブン選出も歴代最多で、日本代表として世界の舞台でも活躍した功績は非常に大きい。日本を飛び越えて J クラブのポテンシャルを示した功労者でもあります。彼がその実力をまざまざと見せつけたのが2008年シーズンでした。西野朗監督が率い、遠藤保仁さんがチームの中心として引っ張るガンバ大阪は ACL においてグループリーグから決勝戦までアウェー全勝という離れ技で、前年の浦和レッズに続いて ACL 制覇を果たしたのです。遠藤保仁さんに話を聞いた際、彼の印象に強く残っていたのがアルカラーマとの準々決勝だという。アウェーでの第一戦では前半早々に失点を許しながらも、後半にチームは2ゴールを挙げて逆転勝ちを収めています。普通アウェーの戦いになると相手も勢いづくし、押し込まれて我慢しようみたいな展開になりがちだとは思うんですよ。でもあの試合はピッチもボコボコでしたけど、日本でやっているように平気でボールを回した、支配して落ち着いて勝ち切った、これって力のあるチームじゃないとできない、どこに行っても自分たちのスタイルを貫こうみたいな手応えを得ることができました。ホームだろうがアウェーだろうが場所環境は関係なく、やりたいサッカーで勝ち切る、それを体現したのがあの時代のガンバであり、ピッチ上で指揮していたのが遠藤保仁さんでした。
準決勝の浦和レッズ戦では遠藤康人さん自身ホームアウェーともにゴールを挙げ、決勝のアデレードユナイテッドオーストラリア戦でも先のホーム戦で見事なコントロールショットを決めています。2戦合計5対0と圧勝での戴冠はアジアに衝撃をもたらしました。アデレードは準々決勝のアントラーズ戦の映像を見ていたので、相当やるだろうなとは思っていました。でも一方で普通にやれば勝てるでしょうみたいな自信もありましたね。その年の ACL のアウェーで全部勝っていたから、決勝もホームで先に勝っちゃえば大丈夫かなとは思っていましたね。ストーリーはここで終わらなかった。 ACL 覇者として臨んだ日本開催のクラブワールドカップ準決勝はクリスティアーノ・ロナウド、ウェイン・ルーニーらを擁するスター集団のマンチェスター・ユナイテッドが相手でした。1対5で終盤を迎えながらも2点を奪ってなんとか意地を示しました。試合後、名将アレックス・ファーガソンからエンドのパスは素晴らしいと称賛されたエピソードはあまりに有名です。5点入れられるまでの過程は正直好きじゃないです。勝負が決した後に2点取っただけで、やっぱり力の差を感じましたよ。ただ試合をやっていて楽しかったし、頑張らしいゲームだったかなとは思います。僕も強い相手とは代表でやっていたし、普通にやれているなとも感じました。完敗したとはいえ、消極的になることなく自分たちのスタイルをぶつけたことに意味がありました。アジアでの強い勝ち方と世界での強い意志は、遠藤本人やガンバのみならず、J リーグ全体の財産にもなりました。現役引退直前まで、遠藤康人さんは極上のパスとテクニックで、違いを見せつけていました。表現するならミスター J リーグ、遠藤康人さんこそ、その名にふさわしいですね。次は不倫疑惑について見ていきたいと思います。2004年週刊誌によって個室密会していたとして不倫が報道された遠藤康人さんと青木愛さん、ゆったりと落ち着いた雰囲気のもつ鍋店の VIP ルームで飲み会を開いていたそうです。遠藤康人さんと青木愛さんだけではなく、武井壮さんなど8人が参加していたんだとか。夜9時から始まり深夜12時過ぎにお開きとなったようですが、遠藤康人さんと青木愛さんは最後まで残って一向に帰る気配がなかったそうですよ。そして遠藤康人さんと青木愛さんは2人きりで再び店の中へと戻っていったそうです。閉店時間の午前3時を過ぎても出てこず、その2時間後の午前5時過ぎにタクシーが止まり、遠藤康人さんと青木愛さんは別々の方向に帰っていたと報道されています。青木愛さんは独身ですが、遠藤康人さんは2男2女の子を持つパパでもあります。つまり妻子持ちである遠藤康人さんですので、真相が報道された通りとなると不倫ということになってしまいますね。2003年に高校時代から付き合っていた一般女性と結婚された遠藤康人さん、遠征が多く家を空けることも多い遠藤康人さんを支えながら4人の子供を立派に育てており、仲の良い夫婦関係だと言われていました。ただ遠藤康人さんの知名度が上がり、遠藤康人さんがモテるようになり、不倫報道がされたようです。そんな遠藤康人さんと青木愛さんが2人きりの個室で一体何があったのか、不倫疑惑の真相は残念ながら謎のままのようです。遠藤康人さんと青木愛さんとの不倫疑惑の真相は謎に包まれているため、遠藤康人さんの嫁のキミコさんが許したのか情報を得ることができませんでした。ただ現在も遠藤康人さんと嫁のキミコさんは結婚生活を続けていることから、許したという結果であると言えるのかもしれません。ということで、そんな遠藤康人さんの嫁のキミコさんについて分かっている情報をまとめてみたいと思います。先ほども紹介した通り、遠藤康人さんと嫁のキミコさんは高校時代から付き合っていたそうです。そして遠藤康人さんの嫁は43歳または44歳ではないかと思われます。高校時代、遠藤康人さんの嫁のキミコさんはサッカー部のマネージャーをされていて、付き合いが始まったんだそうですよ。また遠藤康人さんの嫁のキミコさんはとても美人だそうで、モデルをしていた時期もあるんだとか。遠藤康人さんと嫁のキミコさんの間には4人の子供がいます。遠藤康人さんと嫁のキミコさんの子供の男の子2人は遠藤康人さんの名前にある漢字の人が入っているようですね。そんな遠藤康人さんとキミコさんの子供の長男が幼い頃は、昔の遠藤康人さんの少年の頃よりサッカーが上手だと言われていたそうですよ。いかがだったでしょうか。今回は遠藤康人さんについて深掘りしてきました。引退を決意した遠藤康人さん、
今後はガンバ大阪のコーチに就任とのことで、またガンバ大阪に携わるようですね。ファンの方も嬉しいのではないでしょうか。遠藤保仁さんの今後の活躍にも期待したいですね。遠藤保仁さんの引退についてコメントを残してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。